こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、子どもの個性を伸ばそう、こちらのお話をしたいと思います。まあね、子どもっていうのは本当に可愛いですしね、みんな最初にね、あの子供を女性は特に身ごもると、とにかく無事で、まあ、元気で、まあ、男でも女でもいいから、あの元気にね生まれてほしいと、ただそれだけを願って当然出産するわけなんですけれども、まあ、生まれるとだんだんいろんな欲がね出てきてしまうんですね。まあ、これはもう誰でもあると思うんですけれども、まあね、欲があまりにどうしても、まあ、だんだん子供が成長していろんなことができるようになると、他人の子供と比べがち、そして周りの子供ができていることが一つでも自分の子ができなかったり、まあ、ちょっと遅れてたりするとすごく焦り出しますよね。そしてそれをなぜか子供にぶつけてしまって、なんでこれができないの、他の子はできてるじゃない、で周りの子見てごらんなさい、まあ、このような感じでどうしても人と比べてそれを子供に押し付けてしまう、まあ、義務教育がありますから、まあ、中学校ね、中学校まではこう当たり前に学校に行ける、まあ、子供が学校に行きたい行きたくない関係なく、まあ、誰でも学校に行ける、ですからこれが当然当たり前という考えになってしまって、不登校の子とかちょっと学校に行けない行きたくない子とか、まあ、そういう子を病気扱いしてしまったり、何かこう変わってる、まあ、ダメな子だというふうに思ってしまう大人がすごく多いような気がします。まあ、これは何かみんなと同じことができなくても、それもその子の一つの個性として認めてあげて、そこから伸ばしていくということをしてあげることも大切だと思います。まあ、必ずしもみんなが足並み揃えて同じようにいくかっていうと絶対にそんなことはない。例えばスポーツがすごくできる子、じゃあその子が勉強ができるかっていうとそうではなかったり、まあ、とても勉強ができる子がじゃあすごい美術ができるかっていうとそうじゃなかったり、でも勉強ができなくても何か秀でてるものがあったり、まあ、どこかに何かいいところがあるはずです。それをね、見つけて、そこを引き上げてあげるっていうことも大切なんじゃないかなと思います。やっぱりあのほら、同じ親から生まれても、まあ、我が家も3人いますけど、それぞれみんな違うんですね。一つのことの物事の考え方もそうですし、何かに取り組む姿勢もそうですし、同じ親から同じ環境で育った子供ですらやはり違う考えをそれぞれ持っている。でも決してそれぞれが間違ってるかというとそうではなくて、それぞれに思いがあり、やりたいこともあり、それをその子によって引き伸ばしてあげる。まあ、うちなんかでも、長男が男、ね、もちろん男の子ですから、最初、まあ、サッカーなり野球なり、まあ、柔道なり、こう男っぽいスポーツをやらせるべきであろう、男としてみたいなものをやらせてきましたけど、やはり自分が好きでやりたいっていう気持ちがなければ、いくら子供が大きな可能性を持っているとはいえ、なかなかそういうふうには進まないんですね。でかといって、じゃあその子が何も集中するものが見つからないかっていうとそうではなくて、まあ、うちの場合はダンスをじゃあやらしてみようと思ったら、まあ、小学校2年から、まあ、今成人して超えてまでね、まあ、それを仕事になんとなくするぐらいまで続いてるわけなんですよね。だから一つのことにこう集中して夢中になれるっていうこと、これを見つけてあげるっていうことが大事。やはり親がしなさい、これが正しい、これをやるべきって言って、その子供がやらない、できないとなると、うちの子は飽きっぽいんだわとか、なんかこう男らしくないんだわとかって決めつけてしまいますけれども、何か別のことを与えてあげれば、そこから伸びる、そこから一つのことに夢中になる、ね、子供でもやっぱり何か夢中になること、思春期の時に夢中になることを見つけると、そこまで大きなあの道を外れるようなことっていうのもないんだと思います。なんとなくよくあるのは、例えば中学受験、高校受験をしなきゃいけないがために、今まで一生懸命やってきた部活、まあ、そこに取り組んできたものは当然、まあ、高2になると終わりますよね。まあ、そうするとそこから親は当然あの1年間高校受験に向けて頑張ってくれるであろうというふうに思うんだけれども、今まで一番やりがいだったものがなくなってしまうと、何か他のことにも全てやる気をなくしてしまって、結局、まあ、部活がなくなって勉強する時間は増えたけれども、そこに集中することができない。やはり子どもでも何か自分のモチベーションになる、楽しみになる、夢中になることっていうのはとても大事だと思います。
まあ、それをねあまりこうあるべきとして奪ってしまうのは良くない。やはりバランスを考えながら発散できる場も与えながらやはり勉強も両立してやってもらうという方向が一番いいんだと思います。まあ、そして何か叱るとき、何か物を伝えるときもその子その子によって変えてあげないといけないと思います。まあ、この子にはこういう言い方をした方が素直に聞くであろうとか、この子にはこういうふうに叱ってあげた方が伸びるであろうとか、各自自分の子どもの性質というものをしっかり把握してそれぞれに対応するような伝え方、叱り方、まあ、そういうものを親もするべきなんじゃないかなと思います。我が家でも最近ね高3の娘がいますから、まあ、彼女がどうなりたいかっていうのは一番うちの中ではヒヤヒヤしました。本当にやはり長男長女にしても、まあ、普通に、まあね、中学受験をして、まあ、自分たちでなんとなく方向を決めてきましたけれども、うちの次女だけはまあどうにもこうにも、まあ、その今まで上を見てきた路線とは全然違うわけでして、まあ、当然中学受験もしませんでしたし、やりたいこともないしね、だからまあフリーターになるのか、まあ、うちで働くのか何をするのかと思ってましたけど、やはり本来自分でやりたいと思っていることがあったんですね。だけどなかなか、それはどういうふうにしたらいいのかっていうのも分からず、でも本当に自分が、まあ、やりたいことが見つかると親がいろいろ言わなくても自分でいろんなことを調べていく。逆に今では、我々の方にこういうのがあるこういうのがあるってのはたくさん持ってくるわけですよ。そういうことも本来は、まあ、大体親がね把握するものも全部自分で決めてきて、まあこういうことをやりたいと言ってきて、まあ、これは素晴らしいことだと思うんです。まあ、それが彼女にとって、まあ、成功するか成功しないかは別として、努力するという姿、まあ、これが一番大事だと思うんですね、人間にとって。だから、まあ、結果がなれるなれないは別としてね、やはりそこに目指すまでのプロセスみたいなもの、まあ、それはすごい大事なことだと思いますね。めちゃくちゃ個性が出てきたんですね。そうなんですよ。だからね3人いてもそれぞれね本当に個性がありますよ。まあ、長男なんかでも、まあ、若いうちに子供を設けましたけれども、彼がやはり子供を設けるときは、とても私もいろんな意味で心配しました。当然年齢もそうですし、まだ学生ですから、じゃあどうやって私たちもサポートして育てていくか、これ世間的に言ったらもうある意味こう失敗というか、あまりねなんかスタンダードなレールではないから、なんかあの家大丈夫って思われるかもしれませんけど、まあ、彼はこう思ったことによってやはりそれなりの責任みたいなものが芽生えて、まあ、朝今まではね学生の時はいつも私が叩き起こしたりなんかもまだしてましたけど、まあ、自ら時間に起きて今は毎朝我が家の掃除をすると、毎朝ね決まった時間に行ってうちの会社の掃除をして、みんなが働ね車で働きやすい環境を作ると、何かやっぱり自分もできることを誰かのためにしないといけないと、まあ、そういう気持ちが芽生えたんでしょうね。ある意味そういうことも自分がこう思ってこれから親になって育てていかなきゃいけない、また自分が親として子供に見られる姿みたいなことをやはり意識してそういうことができるようになったんだと思います。決して今おそらく子供を設けてなければ彼の生活はきっともっとダラダラしてたと思うんですよ。だから何事もやっぱりこう起きたことをこうプラスに考えて人生がプラスに働くような物事の考え方ができれば、いろいろなことが、ね、開けてくるんだと思います。ですからその子その子の個性だったり、その子その子の考えをやっぱり受け入れて、それをいかにこう見守ってサポートしてあげられるかっていうのが親の役目なんじゃないかなと思いますね。今日のお話いかがだったでしょうか。まあ、その子その子それぞれに個性があります。そしてね、この六星占術には各星人ごと何が適しているか、またこの子がどういうことを考えているかっていうことも分かるヒントが書かれております。ぜひ皆さんも六星占術を活用しながら、お子さんや家族と向き合ってみてください。そしてぜひ YouTube の登録、いいねをよろしくお願いします。